質問は自分の中に冷たい自分がいる。まずこれは何でしょう。冷たい自分がいる。何？何でしょう。自分の本性かどうか。自分の本性。本性。これをですね、仏教ではちゃんと教えられてるんです。修辞って何ですかっていうと、ね、ほら過去世において仏教を聞いていくことによって自分の中に溜まっていく煩悩に染まってない業のことです。清盛先生から教えてください。なんかくっついた。この部分があるとね、たとえ私がどんなに感情が乱れたとしても自分の感情を客観的にこうじーっと見ているやつがいるんです。これはね、冷たいわけじゃないんです。冷たいだけでも思いますと、じーと見てくるもの。別になんかその危害加えるとか、そうそうそう、文句言ってくるとか、なんかそのなんか嫌なこと言ってくるぞってそういうわけじゃないから、冷たいわけじゃないかもしれないけど、私的にはなんか冷たいやつだなと思うんですよ。だからこれが本性かというと、本性っていうのはね、なんていうんですかね、本性はこっち側なんです。その感情のある側が本性なんです。じゃあこれ何って言ったら、これは私ではあるけど、私とこう何ていうんですか、溶け交わることのない部分。交わってくれたら楽だなって思うんですけど、交わらない。交わらない。この部分があるおかげで私はどんなに欲に流れていてもね、ね、欲で我を忘れることはできなくなる。そうなんですよ。みんなでわーってやってるのになんか盛り上がりきれないんですよ。だからね、これがあるとね、お酒飲んでもそんなに酔えないと思います。だってお酒飲むのはね、我を忘れてわーってこうハメを外したいからでしょ。ハメを外さないよ。ハメを外す外すと外そうとするとこでこっちこんな風にしてるよ、こんな風にしてるよ、こんな風には。その子がいなければ、うん、こうなんだろう、こうみんなともっとこう打ち解けられるというか、うん、ような気がするんですけど。では私としては私もやっぱこうなんか同僚とこうなんかそういうなんかこうね、なんだろう、このサッカーの話題とかそういうのにもっと盛り上がりたいのに盛り上がりきれないみたいな。みたいな。いやもうしょうがないんですよ。これはね、これはもう真実をいつも知らせてくれる業なんです。でもちょっと邪魔って言っちゃ申し訳ないけど、まあ私なんだろうし、ちょっと邪魔とは言わないけども、もうちょっとこうなんか私と打ち解けてくれた方が私としてはやりやすい。いや打ち解けてます。打ち解けてます。あなたがねあなたがこう貝からずれないようにずっと守ってくれているものなんです。でもずれないと世間からずれるじゃないですか。世間からずれたらそれはいいんです。世間から、世間の人は根性限りの命ですから
でもこの室の習字があるおかげでね、私は極端に罪悪を作ることもできない。それはそうなんですよ。この子のおかげなんですけどね。そう、そうなんですけど、そうもう欲に思い切り流れてそのまま現実逃避だっていうふうに、ね、現実逃避しようとしても現実逃避している自分を客観視してくれるわけです。現実逃避していいの？問題が深刻化するよ。教えてくれるんです。そうすると現実逃避できない。じゃあこの子と仲良くするにはどうしたらいいんですか？この子と仲良くするにはこの子と仲良くするにはね、それはちょっとなぁ仏像を進む意味ありません。自分がもう決意して仏像を進んでいく。そしたらもうね、仲良く打ち解けます。気乗りしないんですよ。気乗りしなかったらもうずっとですよ。気乗りしないって、ね、何千年何万年経ってもずっとじーっと見てくる。なんかあんまり自分がもう仏道進むんだえいや、もう仏教の道に命をかけていくんだとなった瞬間にね、この客観視があんまり気にならなくなる。確かにそうかもしれないんですけど、それはなんとなく薄々わかるんですけど、はい、わかるんですけど、そのなんか仏像とかあんまり興味ないんですよ。いや、そんなことはないです。そんなことないです。なんかいまいちなんかこう私とはこう合わない感じが。そんなことないです。進むしかありません。どっかで覚悟を決めて、えいや、もう仏法の道に進んでいくんだ。でもこのなんかこう私とは合わないなってこうなんて思うんですかね。それはだからそのもっとね、その欲に流れていたいと、煩悩にまみれていたいと、なんか一回どっぷりハマってみたいなって思う。ダメなんですよ。もうそれは遠い過去線にどっぷり使ってひどい目に遭ってる。ひどい目に遭ってるんです。それで自分の中でね、もう自分をね、守ってくださいって仏様にこうやってお願いしたの。その仏様のお力がかかって、物力がかかって、室の習字がこう訓示されたわけですよ。でもあんまり仏とか興味ない。いや、だってこの部分が仏様のところですから。だって今日みたいなんか冷たい。冷たいのはね、それは一緒になって欲に流れさせてくれないから冷たいだけであってね、温かい心ですよ。いや、でもやっぱしこう、やっぱしね、同僚とかでこうやってやっぱこう盛り上がったりとか、ウェーはできないんですよ。ウェーはできない。やっぱしそういうの大事じゃないですか、社会生きていく上で。もう社会なんてものはもうね、隔離されていくんですよ。いや、私はすごくそういうの大事だなと思うんだけど、いまいちこうできてない自分が。できないんです。嫌なんですよ。できないんです。やりたいんですよ。やりたい、それは分かります。私もそうでした。でもどっかで諦めるしかないんですよ。ああ、私は卒業したんだな。遠い過去世に卒業したんです。だってこの室の習字が生えてるってことは、どっかでね、自分はもう遠い未来線に向けてね、もう二度と欲に流れることがないようになりたいって思ったんですよ。怒りに我を忘れてね、人を傷つけることがないようにしたいって思ったんです。それは思いますけど、でもやっぱりその室の習字が冷たいと思う時点で、私としてはいまいちな感じじゃないですか。だってもうね、もうどんなにもう生まれ変わってもまた仏縁があるようにしてくれてるんです。だってそう、なんだろう、こう仏をなんかそう、ああすごいな、なんかそうなりたいなと思うから仏道って進めるんじゃないですか。全然思わないですもん。
いやだから思えなくても進むしかないんです。思えなくても進むしかないんだ。そう、もうだって室の周知があるから、もう自分を客観視してね、どっかで進むしかないなっていう。だってほら、なんかの試験とかでもやっぱりそれ合格するぞっていう目標がないので進めないじゃないですか。いやだからムーンウォークなんですよ。ね、こっちがこう欲の方にこう進もうとしてるのに、こう僕はできませんけどね。こうやってこうこういうふうに。確かにその部分は確かにちょっとあるなって思うかも、ね、逆に進んでいきたいんだーってこう真実の方に進んでいきます。それが室野修司なんです。でも、もう憧れてもいないものには進めない。憧れるわけないじゃないですか。進めます。仏道に憧れるわけないじゃないですか。だって仏になりたくない。そんなもんどうでもいい。そんなもんでもなるしかないんですよ。もうどっかでね、その室野修司にね、根負けする。根負けなの？根負けの根負けする。分かった分かった。もう根性はもう十分生きたから、残りの人生は文法のためにかけますから、かけたらいいでしょ。やけくそじゃない。やけくそでも文法のためにかけるんだから、もうしょうがないな。そんな心で OK なんですか。そんな心で OK なんです。確かにちょっと仲良くなれたのもちょっと諦めたかなっていうのは。そう、諦めたんです。諦めたんです。私も諦めた。最初めちゃくちゃ反発心しかなかったから、仲良くなれなかったんだけど。そう、この頃仲良くなれたのはちょっともう向こうからじゃなくて絶対私が歩み寄ったんだろうなって思いますけど。そうです。もう仏教、仏道を進むしかないんです。でもだって仏になるってどういうことか分かります？仏になる、仏になるってなんか誤解しません？仏になるってことはすごい慈悲あふれてる、慈悲あふれてる、完璧な人、完璧な人。仏になるっていうことはね、苦しんでいる人を救えるような徳を身につけたいと思う人だ。あ、それは思うけど。それは思うでしょ。でもそれが思うでしょ。もなんかお釈迦様、お釈迦様とかってなんか超完璧でなんかこう近づきづらい感じじゃないですか。ああいうの嫌だなって思うんですよ。あれはお釈迦様が選ぶってたからです。選ぶってたの？お釈迦様なのに。お釈迦様はすごい尊い方で近づきがたいなって思うようなね方が仏様ではありません。あれは自分の持っている能力に、もうこう言い方が悪いですけど、酔っておられた。ね、本当の仏って何かって、まずね、みんなからバカにされてもいいって思えるところからまず始まるんです。それはすごく思うから、なんか、まあ、バカにされてもいいってなんか、まあ、そこまではあんまり思ってないかもしれないけど、なんだろう、人からなんか軽口叩かれるぐらいの人間で私はいたいと思ってるんですよ、うんうん、基本的に。そうだからなんかそういうなんか仏とかってなんかこうこんな感じじゃないですか。なんかそういうの超嫌だなと思うんですよ。いやだからね、そういう方は仏様じゃないんです。みんなからこうでわっしょいわっしょいされるような方が仏様じゃないんです。ちょっとイメージが違う。
それはだからお釈迦様に対するイメージなんです。お釈迦様そんな、お釈迦様は煩悩いっぱいだったんです。仏なのに、うん、だって救われた直後って煩悩いっぱいじゃないですか。そうじゃなきゃね、そうじゃなきゃね、自分の息子ラーゴーラに対して ね自分が来た時に足を洗おうとしたわけですよ、ね、それをねこうやってその桶をバーンって蹴って ねなんだ拾わないのかと、それはねどうして拾わないんだみたいな感じで、そういう風にやったわけですよ、ね、それは確かにねその美談として書かれてますけどね、やってることとしてはすげえ偉そうじゃないですか、ね、そういう風なところがお釈迦様にはあったんです。だからどうしても近寄りがたいとかっていう風になるけど、本当の仏様っていうのはもう見るからに尊い方なんです。なんか見るからに尊いとか、ね、なんか嫌じゃないですか。どうして？なんとなくなんとなくって見るからに尊いって近づきがたいじゃん、その段階で。見るからに尊いっていうのが近づきがたいわけじゃないんですよ。見るからに尊いっていうのはね、本当に、ね、そのなんていうんですか、敬いたいと思う。わかります？そのそれを分かる人にしかわからないレベルじゃないかと思うから、なんか。そうですよ、その見る人にしかわからないんです、うん、だからこう100人いたら多分70人ぐらいの人は「けあいつなんて」ってぐらいの人が私は理想なんですよ。理想な、いやいや、だからそのバカにされるぐらいが、まずねその仏様っていうのは段階があるんですよね。造感とこれあの造感、上禅の中にね、造感と心身感が説かれてるんですね。ね、まず仏様は造感を目指す。造感って何？造感っていうのはね、やっぱり仏っていうのは上下にとらわれる心がなくなった方なんだ、こういうふうに思う。上下にとらわれることがなくなるってことはね、人からバカにされても見下されても軽く扱われてもいつもにこやかにしていきたいって思う、ね、私も初めはこれが仏様だと思っていました。仏様っていうのはだから家庭の中でね、パパジュース、はいはい、ジュースジュースジュース、ねね、パパ蜜屋とか、あ蜜屋サイダー、ね、パパおにぎり、あおにぎりおにぎり、こういうふうにね言われたことに対してこうで、いやいやちょっと遅れるとね、パパ遅い、あごめんね遅くなったね、こういうふうに腰軽くやるのがね仏様だと思ってたんです。で自分も随分ねその見下されても何とも思わなくなってきたなと、仏に近づいてきたかなとこういうふうに思ったらね、でもこう考えてみたんです。でもバカにされているだけだったら相手に仏縁を与えることはできないなとね。本当の仏様って相手に、はあ、本当にこんな人になりたいなって思ってもらえるような人にならなくちゃいけないんだなと、そういうふうに考えた時にね、自分はまあ家族からどうか敬われてるか、敬われてないな、じゃあ仏様には程遠いんだっていうふうになる。だから一生懸命もう修行ですよ、修行、徳を身につけていくね、徳を身につけて、徳を身につけたんだどうだとかってね、こんな風にして
敬われることはないからね。相手からこう感じて、あ、本当にこの人は尊い人なんだなと思ってもらえるように、ひたすら修行に励んでいくのが心身観っていうことなんです。だから見るからに尊いっていうのはね、見るからに尊いほど長い間修行に励んだからなんです、ね、いつも徳を身につけるように頑張ってきた。そうやって努力の結実によって徳が身についた方を仏様っていうふうに言うわけです。僕だったらもう70、80ぐらいになってね、本当にそれまでずっと努力して、ああ徳を身につけた方だなと思ってもらえるように頑張る。分かるような分からないような、うん、だって自分とご縁、ね、縁を結んだことによって仏縁を結んでほしいと思うじゃないですか。なんか私のイメージだと、こうなんだろう、バカにされるとか下に見られるっていうこともあるけれど、どっちかというと、なんていうのかな、こうなんだろうな、こうちょいちょい下ぐらいな感じで、なんかまだこうなんか普通に喋れる程度みたいな。いや、だからそれはもっと先の境地なんです。先だ、このね、心身観の次に観音観、静止観があって、その次に不観っていうのがあるんです。不観っていうのはね、普通の人として見られるように頑張るってことです。あまりにも徳がありすぎるとね、人は近寄りがたくなるんです。だから縁を持てるように、もう徳の一切をこう消して、もう普通の人のように接するという境地がある。それは一旦徳を身につけた後の、ね、徳を身につけるということはね、苦しんでる人を救えるようなあらゆる徳を身につけて、その上で普通の人になるんです。確かに。だから最初から普通の人を目指す。最初から普通の人を目指したら救えないんです。確かに、うん、ちょっと納得しない最初は自分の身近な人にね、私に触れるだけでなんかこう仏法の香りが身につくように頑張っていってくださいよ。ね、でもなんか普通になりたいんですよね。普通になりたいのはもう諦めてくれ。もうこの室の習字があるだけで普通の人じゃありません。ね、そんな妖怪人間にならないでください。早く人間になりたい。人間にはもうなれないんです。その冷たいことをその決別しとくか、こっちが折れるしかないと思うので、決別なんて時間の無駄ですから、折れてください。折れるしかない。折れてください。折れて、もうこのね、この室の習字が望んでいるまま進んでいくんです。それを打ち任せるっていうじゃないですか。打ち任せなさいです。
うち任せなさい。そんなね、気乗りなんかするわけないんですって。私だってもうずっとこう普通の人になりたくて頑張ってたんです。今日普通になりたいっていうのが私の小さい時からの夢だった、ね、でもそれは叶わないことはもう叶わないんです。もう普通の人にはなれないんです。だってもう感じ方が違う。だって普通の人はね、お酒を飲んだらウィーってなれるんですよ。え、でもやるよ、一応。いや、それは演技でしょ。うん、演技してる。その方がなんかノリがいい感じするじゃん。それ合わせてるだけで、本当にウィーっていう風にね。あれ、本気でやってんの？本気でやってます。マジか。マジなんですよ。ウィーつきあいきれないな。マジじゃないですか、それは。うん、そうですけどね。慣れないでしょ。僕も慣れないですよ。僕は全く酔わないですから、お酒。いや、もう人生でね、一度も酔ったことないですから。うん、眠くなるだけ。酔っ払って気分が良くなる。味わってみたい。どれだけ飲んでもならない。それだからね、飲めば飲むほど冷静になるんです。よく言われました、シラフの方が酔ってるように見える。ね、もう仏法のために人生かけましょうよ。行きましょうよ。ね、もうやるしかない。どうやったら気乗りする。気乗りなんかするわけないんですって。気乗りなんかしないの。だって人間は煩悩不足だから、煩悩を満たすことしか喜びを感じないんです。喜び、別に煩悩を満たしたからって喜びは感じないけど、もう普通の人になることはあったぐらいな感じだけど、普通の人になることを諦めてください。いいじゃないですか、普通の人は普通の人にやらせてあげれば。え、でももっとみんなと仲良くしたいよ。もうダメなんです。もうみんなと仲良くするんじゃなくて、仲良くする人は仏縁のある人しか仲良くなれないんです。だってもうね、考え方が違いすぎるんです。それは思うけど、それはこうある意味個性ってやつで、ね、乗り越えられないかな。乗り越えられない。もうなんか別次元の人なんです。そう、もう。諦めました。いや、わかりますよ、チコちゃんの気持ちは百も千もよくわかります。私も普通の人になることが夢でした。夢は普通の人になること。普通になんかこう生きて、普通って憧れますもんね、うん、憧れる。アイドルとかじゃないとかやってみたい。普通って普通ね、それはでももうしょうがないんです。普通、この室の習字がある人はね、本当に少ないんです。普通ではないんです。でも普通でないと世の中渡りづらいじゃん。渡りづらくなんもないですよ。合わせればいいだけですから。合わせてますけど、合わせるだけで心からわーっていうふうにはならないんです。でもなんかこう自分のこう思ったこととかを、なんだろう、どこでも基本言えないじゃないですか。じゃないですかって言ってですよ、私は。基本会社にいても家にいてもどこにいても自分の本当に思ってることって
わかんないですよ、井上さんだったら聞いてくれるんじゃないですか。難しい。解説長くなりそうだ。解説長くして話すんですって。解説長くして話すんですって。本当に解説の方が長くなるかもう、それは多分負担にもなっちゃうから申し訳ないから、それはあんまりしたくないし、けどだから結局だからそのなんだろう、それってすごく寂しいじゃないですか。さんなんかどこにしてもなんかなんだろうな、なんか演技してるじゃないですけども、どこにいても演技してるみたいな、うんうん、なんかだからもう仏道進むんですよ本当の自分で生きる、もう分かってもらえなくていいんだ、本当の自分で進んだらめっちゃ何こいつって終われるやつじゃないですか。もうでもそう、それが本当の自分なんだからしょうがないみたいな、本当の自分なんです。そこはいい感じに折り合いつけていかないとみたいな、ね、予想うことも大事じゃないですか。予想とか疲れません？疲れるんだけど、でも会社のやったらやっぱり予想とかないと、やっぱし、やっぱりなんだあいつって思われてると大変だから、いろいろと、あとあと飛び出すんです、仏道を進むんです。いやいや、これ社会人やってる限りは、それはなかなか難しいですから、仏道を進むんですと思ってね。え、そう、それ以外のとこだったらまだね、まあ、ちっとは自分の思った通りにやってもいいけれどって、うん、もう仏道進むしかありません。難しいよねでも、もう現実的じゃないです。いや、だからもう徳を身につければいいんですよ。徳を、徳を身につけるように修行に励んでいく。もうそんなの、って合わせなくていいんですよ。ああ、この人本当になんかすごい人生真面目に生きてるなでいいじゃん、うん、だって徳を身につけるってことは本当にこう気持ちよく動いてあげられるようになるってことですか、うん、太は軽く、うん、ね、一つもちょっと愚痴っとかないとやっぱしこう良くないじゃんって思うんですよ。いや、嫌だよねとか会社で今言うとかないと、めんどくさいよねとか言っとかないと、思ってないでしょやっぱそれはやっぱこう社交辞令的に言っとかないとやっぱまずいじゃないですか。いや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 、もういいんですよ。もう自分、あの人ってちょっと私たちとは違うよねみたいな、それでいいんです。もう受け入れましょう、もう人とは違うんです。人と同じ人生を送るべきじゃないんです。あなたの人生はすごく価値のある人生なんです。でも会社好きだし、いや会社は会社でやりながらでもね、仏法を伝えていく人生を生きていくしかないんです。いや、仏法は好きじゃないかもしれない。仏法のね、言葉は、知識は好きじゃないかもしれないけど、徳は好きでしょ。それはね、苦しんでる人は助けた。苦しんでる人を助けてあげたいでしょ。はい、助けてあげる人生を生きましょうよ。あ、諦めろってことさ。そうですそう、もうそろそろ諦める人生、もう十分生きましたね、十分生きたね、十分もうやることはやったでしょと、ね、残りの人生仏法のためにかけましょうよね、かけましょう。うんとは言えません。でも室の習字があるんでしょ。室の習字があったらもう同じ人と同じようには生きられないんです。そうでしょ、使命があるんです、あなたには。どっかで分かってるでしょ。まあ、特にまあそうなんですけど、うっすらと。でも見たくないものって世の中あるじゃないですか、うん、蓋しときたいみたいなね。蓋を開けて、ね、進むしかないんです。やっぱいることはいるんですね。気のせいじゃないやつ。
気のせいじゃない私もありましたから、気のせいにしときたいなと思ったんですけど、もうこれはね、世の中の人と同じように生きることはできません。そして何度生まれ変わってもね、ついてきますから。そう、何回生まれ変わっても、何十回生まれ変わっても、何百回生まれ変わってもついてきますから。そして仏法の道に進ませるようにできてるんです。諦めきれないけど、ちょっと考えて、ちょっと考えて、ね、考えてください、はい。